第一競争を勝ちました松田道明です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは甲子カーバニラ騎乗した印象を教えてください。楽しく乗せてもらいました。この馬はそういう馬なんですか。だっていつも楽しいバニラアイスが好きなのでとても好きです。名前からももう好印象ですね。はい、やっぱり夏はバニラです。ちなみに他の季節もアイスは食べたりしますか。アイスはもう常に食べてます。常に。はい、もう中でもバニラが好き。やっぱりバニラはやっぱりあの脂肪分も多いですし甘みも濃いし大好きです。他に好きなお菓子ありますか。ここは特にありません。あ、じゃあもう本当アイス大好きなんですね。はい、アイスは大好きです。はい、あの今日風が強い中のレースでしたけども、そのあたりいかがでしたか。まあ溶ける前に着きたいっていうアイスが溶ける前うまく落としていただきました。はい、松田道明でした。はい、ありがとうございました。